ホークアイ第4話、感想会ということで、えー、いよいよ4話ということで、えー、折り返し地点でございます。折り返しじゃないもう後半ということでございまして。す、ね、えー、そしてクリスマスも近づいてくるということでございまして、盛り上がってまいります。えー、今回はこのメンバーでお送りしたいと思います。まずは私、バファローゴロ竹若でございます。そして、 坂野森笠です。よろしくお願いします。お願いします。そしてゲストに来ていただきました、ライターの洋平ペンギンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、前回の大人数から一気に <laughs>、えー、少ないということで、少、はい、な <laughs> ね、クリスマスに忙 <laughs> しいでしょうか。はい。はい、<laughs> ということでございませんこの3人で振り返ってまいりましょう。<laughs> <laughs> さあ、えー、第4話「私たち相棒でしょ」という和製のタイトルがついておりましたが、はい、まずその前にですね3話の、はいえー、皆さんからのちょっと書き込みなんかもご紹介してまいりましょう、はい、お願いいたしますはいまずはですね、えーはい、36mmr さんかちょっと読み方がわからないんですが前回の柳さんのもみの木のお話、うん、スノースピーダーの話すごい面白かったはいはい、はい うんうん、アメリカ文化が分かるとより作品が楽しめるので、こういう話はもっと聞きたいですと,いうことでそうですよねなかなかね、多分わ分からない人というか、うん、まあ僕も含め、あの多分みんな、なかなかピンとこない部分とかも、生活してたら分かるっていう確かにね、その文化とか宗教とかっていうのは、やっぱり結構永遠のテーマですからね、はい、でもやっぱそ,れなんでそんな考え方に至るのみたいなところをね、ねはい、宗教ですみたいな一と言で <laughs> はい、はい、済ませられる時もありますから。はい、はい なんでそこら辺をちょっとまあまあ我々のアメコミりかは結構いろいろ時間たっぷり喋ってるんで、そういう文化とかのもいろいろ紹介していきますので、引き続きいろいろ楽しんでいただけたんですで。もう一人、ケインさんが、ケイン1 9 2さんですかね。前回の国会が弓矢でトリカードでえーとピム粒子使ってたら、ピム粒子の入手手段によっては、 うん、スコットがまた破門される可能性があるんで、ちょっと楽しみです。確かに、ちょっと勝手にもしかしたらスコット、うん、なんかピム博士の意向じゃなく、なんかスコットが勝手にピム粒子を国会に渡して開けちゃったんじゃないかみたいな。うんうん、また、ただ破門して落ち込んじゃうのがかわいそうなんで、<laughs> なるほど。ますのでね、確かにね、ニュースういうルートみたいな。う,いう,うん どういう二人の関係性なんだみたいな。ピム博士が渡したかどうかはちょっとまだ分からないですからね。ただまあ一応アントマン関係の人たちが協力して作ったんだ横流ししてるのかもしれないと。最後、両岩瀬さんからですね。先日ちょうどです、本当2日前ぐらいですかね。チャーリー・コックスの復帰がファイリーから明言されまして、今回のキングピンイコールドノフリオン。 フルメタルジャケットでおなじみのフリーを一番怖かった。はい、自殺しちゃう。いや、まあね、なかなか何ともファイギの発言の仕方がうめえなという。はい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 。出るとしたら、チャーリー・コックスだろうみたいな言い方なので。確定はしませんが、よわかりませんが、出るとしたら。 まあ多分ね、皆さん来月ぐらいにはわかるんじゃないですか、ね。<laughs> か来月ね、スパイダーマン出しとかもすし、ね、<laughs> かね、と,とは言ったが、いつとは言っていないみたいな話なので、<laughs> ちょっと, <laughs> ょっとドラマがないなと、遠くで出るとは言ってないよと。<laughs> はい、そう、多分そうだと、ね、思うかな。わ <laughs>、はい、かんないよと。まあ、うん、うう形で。で、はいえー、今のネット、えー、MCU は多次元宇宙が確立してますので、ネット振りの え別の世界線ということにもできますが、うん、なんかこう、できたら、そのマルチバースみたいな解釈じゃなく、この MCU の中での世界観でいろいろ続けてほしいと,いと、うんうん。なるほど、なるほど。 うんんね、ちょっといろいろコメントをもらったんですがちょっと今回は、えー、この2つ二、はいえー、つ3つを紹介させていただきました。はいえー、ありがとうございました。ありがとうございますまた4話に関してもね、はい、皆さんが思ったこと気づいたことを、えー、こちらに書き込んでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ではではということで第4話、えー、皆さんで語ってまいりましょう。 はい、えー。ということで、いろいろね、えー、疑問に思うこともあるとは思いますが、まずは順を追っていろいろ見ていきましょう。はい。ということで、前回の、えー、3話の終わりの、えー、浪人がジャックに、えー、クリントがジャックにの、えー、シュパッと、えー、突きつけられたっていうところから始まりまして、これはもう大変なことになるかなと思いきや、 えー、お母さんも出てきてな <laughs> んだか急に、えー、わきわいハイエットしたシーンになりましてあ,<の>あ弓矢の人みたいな感じでその説はどう,思うみたいな感じでしょ <laughs> 結構意外な展開でございましたがそうですね、はい、コミック的にはソーズマンと崩壊はその要は師弟の関係だったっていうところで、はい、あもしかしたらそういうのやるのかなというふうな予想も立っていてはいたんですが。はい 一切知り合いでないどころか、全く分かんない。名前すらぼんやりみたいな、うん。<laughs> はい。でしたねで。特に関わりがなさあの、要はお互い全く見た目を理、うん、把握してないっていう感じの。はい まあちょっとそういう関係性はなさそうだな、はい、とうとでしたね。まあなんか気あいあいとしたシーンでそういうところも示してるみたいなところがありましたが、はい、まあここでも結構いろいろケイトとね、えー、どういう関係なの二人は何か組んでるのとかいろいろ言われて <laughs> えそうよいいえみたいな感じの <laughs> え二人のなんかまあ主張などもありましてまあホークアイが。 ねえー、帰るって言った時に、えー、お母さんが送っている時に、まあ、ケイトは普通の人間なのでというところでねナターシャ、ねえー、の名前も出てきましてね,ね <laughs> 結構やっぱり根深い問題としてただやっぱ思ったのは、ねはい、なんかマーベルの世界観の中では、はい、アベンジャーズのメンバーが死んだりすると大騒ぎしてるんだな、うん、世界はっていうはい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 要はその、うん、結構そう シールドの人たちって、はい、本来は正体が知られてないはずなんだけどア、うん、ベンジャーズになった時に、うん、ブラック・ウィドウはそれなりに、うん、まあ映画の中でもそうだし、うん、でしたけど、はい、ブラック・ウィドウっていうキャラあ人物自体は、うん、あのすごく世間に、うんはい、それじゃあスパイとかできなくないって話なんだけど。うん <laughs> すごい有名っていうことになってて死んだら大騒ぎだったんだなっていう一切その映画の中とかあ後の描写では知り合い同士の中ではもちろん大騒ぎでしたけど世間的に大騒ぎになってたかどうかは全然伝わってなかったんでこういうところで世界観を見せてくるのはちょっと面白いなと思いました確かにこんなに普通の人知ってるんだでもやっぱりウィンターーソルジャの時に 傍聴,傍聴会っていうんですか呼び出されてたりとかして、だからなん,かなんとなく世間の人たちもそういうものに関して。いや、うん、ベンチをもずいや、でも多分なんか商品展開がされてんだなって感じはしたんですよ、はい、子供が真似てたりするっていうのはちょいちょい描写されてたりするので、あとフィギュアが出てるとかはいくつか描写があるので、なんかだから結構、なんか よりショックな、世界観的にもショックなことだったんだなっていうのがわかる展開でした、ね。確かにね。うん、ホークアイはね、弓矢の人って呼ばれながら、ちゃんとノリローマノフってね、<laughs> ねフルネームで呼ばれてます、ね。まあちょっとコミック的なんですけど、<laughs> コミックの中でもホークアイは全然あんだけアベンジャーズの定、はい、なんていうの常連メンバーなんにも関わらず、<laughs> はい、全然名前覚えてもらえてないみたいな一つのギャグに成立してたんだけど、あ。 あの感じでもそうなんだけど、アベンジャーズのコミックの方では比較的コミカルなキャラクターだったから、なんか名前を覚えてないとかもあるんだけど、はい、あんななんか結構シュッとした感じの、うん、キャラで売ってても、やはり覚えてもらえないんだっていう感じでしたね。はい、まあそこで別、まあえー、れまして、エレベーターに乗り込んだ時に、えー、浪人騒動、えー、こちらを も簡単にも回収しておりまして、なんかこの問題もなんかこれで解決なのみたいな感じで、ね、確を出さないなんかそこに関してジャックがなんかね、こう、不穏な動きをしてるとかもなく。別にそんなにこだわり、お互いそんなにこだわりはなかった。まだまだあるかもしれませんが。なんかね、ちょっとね。 うん、いきなり特殊な剣を持ってる人っていうか正体を隠さなきゃいけないのに結構本意気な武器できたなという <laughs>、はい、そうですね見せびらかす感じ不思議なあんだけ刀とか置いたんだからその辺のやつ拾ってくるわ <laughs> ね確かに何本もいっぱい刺してありましたから、まあ、まあまあまあ、うん、物語的には正しいんだが果たしてみたいなところではありました まあまあ、これで、えっ、ー、と、えー、奥様にね、えー、いろいろ調べてくれと、スローン有限会社を、えー、調べといてくれっていうところで、えー、終わりまして、まあ、ここで、あの、えーほ、えっ、ー、と、お母さんもね、なんか、ケイトのお母さんもなんか誰かに電話して、えー、ちょっと、あ至急電話あ、連絡くれる、ね、みたいな感じで、 言うておりましたがまあここに関するは、えー、ことはまあこの第4話では、うん、え全然この電話の相手っていうところは分かりませんでしたが、はい、またまたこのね5話6話でどう関連するのかみたいなところでございますはい、はい、そして、えー、次のシーンではですねもうローラさん奥さんがもう全部を調べ上げているという <laughs> 有能っていうところでございましたはいやっぱり元エージェントで、うん、おそらくその モッキンバードではないけど、はい、まあなんかその、ホークアイのコミックでの恋人たちを緩やかにベースにしたキャラクターとして、わかんないですけどね、最終的にはローニーとかの格好して出てくるかもしれないですけど <laughs>、<laughs> <laughs> それぐらいありそうだな、このドラマという感じするけど、はい、まあ、なんかね。 ホークアイみたいな人がいましたかね、モッキンバードの相手に。モッーホークアイは使えないので、うん、ジェネミー・デーは呼べないので、ちょっと、はい、なんでしょうね、いわゆる、その、ね、ほぼホークアイみたいな人がいましたね。はい、<laughs> まあまあ、MCU とはね、ちょっと関係ないよっていうところのドラマになっちゃいましたので。<laughs> いや、まあ関係はあったはずだそうですね。はい。あのモッキンバードは、すごくこう、MCU のドラマの方では、はい。 売りたかったんだけど、うん、あのじゃあドラマに一本でやってみますかみたいな感じで第1話を作ったところ、はい、大した反響もなく残念ながら終わってしまうというのドラマ途中でいきなり退場しだして、はい、何が起こるんだと思ったら本当に何も起こらなかった。い展開だったので <laughs> いやもう本当に何かあ,のそうあれで話ぐだぐだになってしまったのでもうちょっとど,、ね、どうすればよかったんだろうかみたいなところではありました、ねうん、なるほどなるほど。もったたいに残念でしし、はい、すげキャラとしてはよかここでもね、えー、ジャックが、えー、CEO だっていうところもつかんだりとかですねあのなくした時計に関する情報なんかも言っておりまして、まあね、いろんな言葉も、ね、英語だけじゃないあれはどドイツ語とかですかねなんですかね。 っ会話あ何,何語でかやってたのかがちょっと一瞬では分からないですね。ねえまあ、でもそれ使ったがゆえに、ね、子供たちもなんかあお父さんだみたいな感じでお父さんと会話するみたいな。子供, <laughs> 子供もねあね、そういう感じ報 <laughs> 機関に所属している親なれしすぎているっていう。あ<た><ょ>確かに冷静に考えたらそうなんですよね,ね。両親がそうだったらね。 確かにそうすごいなと。うん。なんかそういう家庭環境もいろいろあっという間にね、映画と素晴らしい環境でございました。<laughs> はい、まあそして残された3人がいろいろ会話がしておりまして、えー、ジャックがね、意外となんかこう、キュートな映画のセリフを対応するみたいなところで、ちょっと間違いながらみたいなところで、で、お母さんはダンスしないのにっていうところで、じゃあ、ジャックとダンスしたりというところで。 なんかすごいジャックがとてもいい人みたいに指摘された時のなんかイライラ感はすごかったですね。<laughs> なんかあの人、<laughs> なんかうまいですよねその。怒ってないけどこれ、えー、俺実はすっげえ怒ってるから、なんかすごかったですよ、ね。いや、本当にあのなんか細けえ演出がすごいできてるなと思って。はいうん、なんかあの キャラをを作ってていいいるる感を出してるんですよねははあの要は自分の奥さんに好かれようと、うん、わざとバカっぽい演技をしているおじさんっていう。うなんかあのでしかもあのちょっとなりがあるんで要はやっぱりあの、うん、外国から来た人。 はい、設定を多分持たせてるんですようもうすでにあのその感じを出してるんですよね。はいはい、まあ南米っていう必ずしもその俳優に合わせてる感じではないんだけど、はい、要は名前からするとちょっと何ていうの、うん、フランスっぽい名前をつけてるので、はい、な,んかなんか要は外国から来たその要は英語をちょっと間違えちゃう可愛いおじさんみたいなキャラを出しているけど、うん、でも多分もっとその。 そんなうっかりな感じの人ではないっていうのをあのシーンだけで伝えてくる感じ、うん、えぐい,い、ね、<laughs> えぐい悪役の感じを出して奥に潜むねお面白えっていうキャラですまあでも毛糸は結構ちょっとね、えー、イメージをちょっとこう変えるぐらいの感じでお母さんがこんなに喜んでるならまみたいなところでそんなろをね やっまね、うまく表現しておりましたね。はい。<laughs> はい、そして、今度はクリントが、えー、一人でクリスマスを過ごすみたいなところで、<laughs> はい、えー、部屋に帰って、えー、炒めたところあれは何ですか氷じゃなしに。多分ね、<laughs> ノンアルコールカクテルの冷凍したやつみたいなのを。はい、お<ー>あの、冷凍。そうそうそう、冷凍ク、ノンアルコールカクテルみたいなパックを。 なんであんだけ入れてんだったかって感じだけど。まあ、その後、ケイトが来て、パーティーやった時にはね、なんかそれを使って。なんか、フローズみたいに。しておりましたが。<笑><笑> ねアメリカでは結構やっぱああいうね、うん、描写も結構あったりしてなんかよく映画とか見るとなんかグリーンピースで冷やしてますなんかどっか <laughs> 冷,凍<豆>冷凍豆でまたとか頭とか冷やしてるとなんか保冷剤をなんか使ってるみたいなし見たことない、うん、ほとんどなんか冷蔵庫バンって開けてなんかその <laughs> まあまあなキャラクターのねなんか描写としてなんかこうきっちりしてる感じじゃないと言いますか。 でもなんかね多分ハリウッド映画的なのを、うんはい、ハリウッド映画を作っている人たちも自覚していてこれ映画っぽいだろってう多分描写なんかだと思うんですよね。んかあの要は嘘嘘じゃないけど、はい、現実問題としてそんなにそうではないんだろうけど、うん、多分なんかあの映画っぽい描写として多分やってて。はいはいはい 狙ってんだろうな実際、実際どれぐらいやってるかどうか結構怪しいところだと思います。別に、はい、あの、なんか、典型的、要は日本の映画を見ていても、うん、日本人、それは家ではやらねえよみたいなことは起こる。<laughs> ありますよね。それと一緒のものなんじゃないかなという感じ。はい、まあ、でもちょっとその辺は、ね、聞いてみないと分かんないところだ。はいはい まあ、森リカソもね、今、カナダですから、ね、うん、お世話になってる家族が怪我したら、ちょっと見といて、冷凍、冷食文化は強いんだよなというのは常に、<laughs> うん、日本よりさらに。 冷食が発展しているというか冷食多いですけどでも日本人絶対やんないじゃないですか日程のから揚げとかで冷やしチャーハンとかにねチャーハンとかてチャーハンなんでアメリカ人冷やすんだろうないあれ多分逆なんだと思うんだよなそんなにやんねえと思うんだけどもの映画見てて冷やしるはグリーーンピスとかただやっぱりアメリカと日本の文化の違いを感じるのははい 冷凍食品関連は結構大きく違いを感じるところで、まずそもそもそのアメリカで鍵って言ってしまえば、はいあの、アイスクリームのでかいボックスを買って、食って、その後戻すっていうのはり。 わかんねえなあという。<laughs> 日本でどれぐらいポピュラーなのかわかんないですけど、でかいボックス買って、みんなの名前がついてるとか、な,なんか要は名前を書いて、いや、お前これ食っただろうみたいなのを話題になるぐらい、あなるほど、食い差しのアイスを戻せば、<laughs> 日本ってそでかいの売ってるけど、あれ別にあの、はい 直接そこで食べないじゃん。ファミリー向けになってる。あれ食って戻すっていう、あのカップのでかいやつ僕は今住んでて、アイスすごい好きで。アイスがなんだったらこの世で一番好きぐらいなんですけど、冷凍スペースがちっちゃすぎて、アイス買えないです。本当に、棒アイスとかをたまにコンビニみたいなところで買うぐらいしかできなくて、他のその ベンジェリーって僕はすごい好きなブランドあるんですけど食べたいんですけどあのもうこんなでかいでかい箱で売ってる1リッターみたいなぐらいの量しか売ってなくてもうしかジェリーボーデンとかのレベルやないねねもっともっとでかいもうそんなぐらいなんでうんもうちょっと家買えないやってうなるほどあとあのね完全に出来上がった定食のプレートみたいなのテレビディナーってやつですテレビディナーっつって 要はその TV って電子レンジのこととして<ー>あの言っちゃうやつなんですけど<い>電子レンジにそのまま入れると要はそのサラダと主菜とまあなんか主食パートが一個に出来上がってるが、はい、昔日本でもあった覚えはあるんですよなんか日本で90年代の中頃に1回だけ出た覚えでも箱に入ってて出してそのまま入れる、えー、ハンバーグとポテト いわゆるポテトマッシュポテトとちょっとした野菜とあとデザートとかもついてますでチンすると全部食べれるみたいな1回で食べれる要はその調理とか沈目をそろえる必要がないって日本とはまたちょっと違う日本はその代わりなんかあのお弁当とかそういう細かいものが何でも冷凍になってるっていうちょっとまた違うはい文化な感じがしますイメージ違いますね確かにね なんかその大雑把な感じと、うんえー、同じ冷凍でもちょっと細かな配慮があって細かなあれ、うん、そう冷凍できんのみたいなものを冷凍してるのが日本で海外ではなんかそういわれるもう面倒くさいから。 ハングリーマンとかって名前ついてやっぱ冷蔵庫のデカさの違いだろうなという感じがします。テーブルにそのまま出してでかい皿みたいになってるものを箱で積んどけないので、無理ですね。確かに。なるほど。いアイスを個人、各個人で持った状態で冷蔵冷凍庫の中に入れられないので。確かにね。ただ、冷凍ピザめっちゃ売ってます。やっぱり。 普通にそのスーパー行って11種類ぐらいありますよ。多いな。え、だってドラマの中でもね、頭冷やしま前のエピソードでは使ってましたけど、確かにピザはね、冷凍しても、ぶっちゃけした味に差はないので。にしても多いなと思いましたよね。四角形に切れてるやつとか、主食なんだろうな。日本で米 く日本で米食う感覚でピザ出てくるんだろうなという感じします。なるほどなるほど。はい。まあそこに、えい,い。ねはい、<laughs> ケイトサンタが、えー、登場しまして、ね、優しいですね、ここ一人きりやからみたいなところで、いろいろセーターとか、えー、DVD とか、うんえー、食べ物持って、えー、やってきてくれました。 まあ、いろいろジャックについて、ちょっとね、情報交換したりとか、あトリックアロ、えー、もうないのみたいな会話があったりとかしながら、ね、まあ、そこでね、コイン一つで、えー、俺は倒せるぜ、みたいなところと実演したところを、をすごいじゃないの、やらせてよ、みたいなところも <laughs>、えー、いろいろ教えてもらうみたいなシーンもありましたが、はい、まあ、結構、えー、重要なと言いますか、またここで、ね、一番の自慢はって言ったときに、 えー、放たなかったショットみたいなね、うんえー、背いたこと、命令にみたいなところを言いまして、まあ、これはやっぱりナターシャを殺さなかった、打たなかったみたいなところで助けたところがありまして、ここでもやっぱりしっかりまたまた。 出てくると僕はなんかブラック・ウィドウの中でそのホーク・アイと、うん、この間の映画のブラック・ウィドウの中でホーク・アイとそのブラック・ウィドウの関係、はい、関係なんかそのブタペストとかのそこの話とかが出るのかなって思ったら、うんうん、結構今回のホーク・アイでナターシャとの過去って話すんだって思って、ちょっっとびっくり意外とその単独映画の中ではホーク・アイの話自体は控えめというか、まあ、はい、ほぼなかったです。 ワンパートだけだったので、うん、要はその実際にその抜ける時だけのエピソードの中でちょっと語られるだけだったけど、うん、まあだ崩壊的にはすげえ大変、あの、なるほど。相棒だったんだっていうことを何度もやっぱり紹介していて、うん、まあ、打たなかったっていう話をしていて、うん、最初多分、あの、打たなかったっていうとこを言ってるところの段階では、そうも打っていないので、はい、映画の中で。うん、そうのことかなと思いきや、まあ。なるほど。 あのブラックウィドウのことだろうというところで。やっぱり、ほうちょっとその、今回のドラマの中で、改めて結構シリアスなキャラクターなんだということを、紹介している作りになっていて、なんかコミックとはテンポが違う、テンポというか、キャラクター性が違うなというところを改めて強調しつつ、うん まあ、あのコインを投げたりするコインを投げるとうまいみたいなところはコミックの細かいネタを思って出やつたの,ので、うん、あのー、やっぱりそういうところのね、うん、コミックと映画の姿勢をうまく切り分けて使ってるなという感じはしましたねはい,はいまあ他にもいろいろなんかこう部屋のポスターに落書きしてるあのポスターは <laughs> なんかの映画とかですかねあれは映画ですね。えっと、ちょっと今、パッと思いつかないですけど。はいはいはい。その辺もちょっとチェックしてみたいですね。はいはい。あと、なんか白黒の映画もなんか画面に映ってます。あれは、あれはあの、えっと、あれはもうなんか、えっと、素晴らしきかな、わ人生ね。素晴らしきかな、我が人生かな、多分。はいはいはい。長い白黒のやつですよね。 そうです。あので、サンタさんみたいなおじさんが最後出てきて、<れ>みたいな、うん。そうなんですよ。あの、キャン、ね、プラーの映画で、はいはい、あの、もうなんて言うんでしょうね。クリスマス映画の典型みたいなやつとして、テレビで見るみたいなやつなんだけど。うん なんでしょうね。日本で例えると難しいんだよな。なんか、中心蔵とか言うと、ちょっとこう。お正月のトラさん。うん。お正月のトラさん、お正月のトラさん、そんなみんな見てるかな。まあでも、トラさんに近いと思います。あの、中心蔵とかとはちょっとやっぱり違うので。なんか分かりやすい、本当にね。あの、王道な話と言いますねいきなりちょっとピンチになりますけどもっていう。でも、結構物語的には、 あの今回のドラマに重ねては一応あってクリスマスに帰れんのかなみたいな話のところでは、うん、家族と一緒に過ごすっていいですよねっていう話、うん、なんかちょっとね<れ>夢見る世界みたいなところに行ってしまったりとかいやでも現実に戻るんだみたいなところもあったりとかそうなんですよ いい映画なんで、これもちょっと皆さん見ていただけたいもう、もう多分、多分、あの、半券が切れてるところの騒ぎではない YouTube でも見れますし、そうですね。僕は、ちょっと前、Amazon で見ましたね。多分、多分、いろんなところで配信されてると思うし、あの、今、多分、 どういうふうなけ権利関係どうなってるのう,うん、それぐらい古いというか、すごい古い。本屋、はい、<laughs> とかですっごい安い D500 <laughs> 円ぐらいの、そうい映画なんで、<laughs> うん、ちょっと、まあ、権利が切れてるわけではないかもしれないけど、はい、ただ、クリスマスの映画ネタとしてよく使われるので、うん、なるほど。 あ,あとはやっぱりずっとクリスマスで流れてて映画館でも僕の近所のとこでもやりますし、うん、おおさすがでやっぱクリスマスになってそれとあとクリスマスストーリーって日本で公開もソフトもなってない映画がもう一本あって、うん、それが大体アメリカのクリスマスの王道へおお見てみたいなそれもなるほど。 ぜひまあこれを機にね、いろいろアメリカの文化、アメリカのクリスマスを感じるためにも、そういうところも見ていただければと思います。はい、まあ、ここで、またさらに指パッチンみたいなところでつらかったんでしょうみたいなこともいろいろありまして、浪人はあなたなんでしょみたいなところまでケイトはいろいろ会話してたどり着きます。はい、え、で、あなたはヒーローよみたいなところで言いたい、いやいや、俺は武器なんだよと。 うんやっぱりちょっと浪人に対するそれぞれの認識みたいなところも違いまして、はい、やっぱここはちょっとまだまだ、えー、自分の中ではそうですね一応その武器なんだよというセリフの下りは、はい、えとこのシリーズの原作になっているホークアイの,、はい、あのフラクションとあのアジャの、はい、アハの えー、シリーズの第1巻のタイトルはマイライフアザウウェポンっていう武器としての人生という、うん、あのタイトルをつけていて、うん、まあそこへのオマージュにはなっているんだけど、ど全然ニュアンスが違うなとかに,確かにところではありました。ちょっとあの、もうちょいコミカルなところで、全然なんかあの、うん、エージェントとして使われていた。 っていうニュアンスにおけるウェポンではなかったはい、はい、ちょっとあの意味はニュアンスと違うんだけどまあ敬意を払ったオーマージュとしてのセリフだなという感じはしましたねはいまあまあと言いながらもいろいろね、えー、じゃあ明日はこういう行動を取ろうみたいなところでちょっと別々のねなんか任務みたいなところに行きましょうというところで結構 ね、あのケイトにそうやって任務、まあ、あのトリックアローを取り返しに行ってくれみたいなところがあったりとかしまして任務をこう、ねえー、任せるみたいなところもなかなか、えー、この2人の関係性を描いてるいいシーンだったと思いますが、まあ、とりあえず今日は寝ようというところで、まあ、ちょっと寝る前にいろんなものがよみがえって、えー、まだまだもう本当に、えー、悩める男クリントといったところでございましたがここで、えー、翌朝ケイトは。 皆さんも大好きなラーパーズにもう一度 <laughs> 接触しに行くというところでございまして <laughs> なん,かなんかあのまあちょっと勘違いを呼んでしまうと思うんですけど、はい、あのラープ要はライブアクション RPG をやっている人は、はい、あの自分の趣味が最高順、はい、人生の中で最高順位で職業を、うん 超えた位置に来てしまうので拾ったものとかを <laughs>、はい、あの勝手に集めてしまうし警察官に関わらず。<laughs> 法律を恨めてしまうっていうことに対して、<laughs> はい、あの趣味のためなら仕方ないみたいな集団ではないと思うんだけど、<laughs> はい、なんかちょっとこれはどうなんだろうと思う、ね、まあでもヒーローのためというか、<laughs> ヒーローがどうしても助けが必要て <laughs> ただ、<laughs> どちらかというと次の回のための はいね、衣装を作る素材を提供するみたいな、なんか、よくからん理由で,で、ね、<laughs> 協力させられていま,した、ねはい、まあ何でもしましょうみたいなところで、<laughs> え交渉したところ、ね、後々には、えー、私たちが衣装を作るわ、二 <laughs> 人分みたいなところに、えー、なっておりましたが、えー、前回言ってたようにあの、このジェフ・ゴールド・ブラムさんの、えーね、ディズニープラスの番組のゲームっていう回、僕も見ましたけども、はい、きっちり特集されておりまして。 なかなかうわすごい規模で楽しそうだなっていうのも、うんえー、さらに感じましたので。ね、大きいですよ。ね、本当にあの、でかい会だと城借りてやるみたいなのがあるみたいで。ね、楽しそうだみたいで。うん、なんかもうツアー的になっててヨーロッパのその古城を借りて、でかい会場やるか、はい、アメリカとか世界中からお客さんが集まってくるっていうのもあるし。うん まあ、例えば最近大きく話題、あ最近じゃないな、数年前に話題になったやつだと、ハリー・ポッターとかのテーマで、ハリー・ポッターファンのそういうライブアクション RPG の人たちが集まって、うん、こどっかの古,古い城を借りて、はい、ホグワーツ魔法学校を再現する、石炭かね、なんか泊まりがけのイベントで、うん、要はちゃんと寄宿舎学校っぽい遊びをするっていう会を開く。 うんみたいなのもあったりするようなところなでねいいです、ねまあ、なんだけどまあ,あの法律を歪めたりするかどうかはちょっとまあ <laughs> 個人次第かなというアベンジャーズの頼みなんて、ね、<laughs> そうですね <laughs>、はい、まあ確かに、はい <laughs> えー、まあこれでいろいろね頑張って矢を取り戻そうみたいなところで <laughs>、えー、参加しておりましたで、えー、クリントは、えー、火事のもとへ、えー、行きましていろいろと、えー、マヤに えー、追わないように頼む,、えー、頼むと、えーうん、お前にしかいないんだっていうところでございまして。 まあここで、まあ、カ事が、えーロペスえー、ウィリアム・ロペスのもとからついてたと、親父の代から、えー、従事しててということで、前のこともよく知ってるだろうということでございまして、えー、お願いにしに参りました。はい、そして、まあ、ケイトのもとへ合流いたしますと、先ほど言っておりましたように、えー、何やらもう新しい衣装を作る祭壇が <laughs> 取られておりまして、はいえーまあ、そこでね、なんか、あの えー、弓矢が描いてきたんですけども、えー、その回収してきた、えー、カバンを <laughs> ねっ国人たちは、えー、袋も何も持ってなかったので <laughs> 生入りのね え、バンを預かることになりまして、え、ね、大切な人から譲り受けたカバンごとを持っていくという。すごい地味に嫌な感じを出してて。いや、ちょっ嫌だな。いや、別にいいんだけど、いいんだけど、ちょっとこのカバンは嫌だなみたいな空気をすげえ出してて。ね、ヒーローが、ね、なんか任務のためにならみたいなところは普通あるところが、そ納得たいない。私の奥さんが刺繍入れてくれたのにみたいな。そうそうそう。 か確かにあの、はい、男性が持ち歩くには変な感じになるっていうところも含め <laughs>、うん、えそれでいいのみたいな、はい、まあ。 プリントのなんかカリスマ性のなさみたいなところもね <laughs> な、なんかやっぱあんま大して人気がねえんだな、ポ今回はっていう感じをさせる、はいはい。キャップさせたらすぐにパッて、ブラックで。キャ、ね、ップだったら別にもう渡かってるでしょみたいな感じで言えばっていう感じなんで、はい <laughs>、なんかちょっと真面目に、<laughs> 目にちょっとそれは違うんですけど、ね、<laughs> みたいな感じで出さ なかなかね地味なシーンですけども、ね、いいシーンでございましたね。はいうところで、まあ、ローラからもメールが来まして、はい、時計はちょっと回収は無理みたいな、はい、あところもありますり時計がすごく、はいえー、後に、ねえー、侵入した部屋っていうところにありますけどもすごくなんかこれは後々にも関わってくるななんなんでしょうねロレンそんなっていう銘柄も出ましたし。<laughs> そうなんですよねこれ別にあのなんか爆弾だったりは効果がすごいんだみたいなことではなくてなんか思い出深いのでね回収すると言っているがまあなんかもしかしたらギミックがあるのかもしれないあのねあれが狙う必要がよくわかんないんですよねあの要はジャージマフィアの人たちがね 来ていく、来て、来ていくじゃない。あのうん、わざわざ、あの会場を襲ってまで、狙いに行く理由が、まあ、その、ローニーを狙ってたっていうのはわかんない。うん、ローニーを狙ってるんだったら、ローニーの装備を狙いに来る。そですか。すね、時計を取りに来いみたい。取りにオレックスってことはクリントがやってるイメージないですもんね。まあ、あれなんか、確かに不思議なんですよ、ね。アベンジャーズでお金持ちのやっぱイメージとなると、 にいったね。一応でも、うん、なんかあの、ブラック移動のもの、遺<お>品のうちの一つというニュアンスで多分説明はしてたと思おお、そうですか。うん。だとは思うんですよね。なるほどね。な,どねなんだけど、はい。あキャラには合わないですよね。そううう時計をなんかそういうふうに。 っていうこれから説明があるかもしれないけど何か理由があるんでしょうまあ確かにね、ちょっとまあ、その侵入の時に何かするようなギミックがあったりとか、はい、あーっていうところがまだまだね、壊れて動かないみたいなところもね、えー、描写されておりますので、ちょっとこれが、えー、まだまだ後半にも関わってきそうでございます。と、はい、いうことでございまして、2、えー、人で、えー、そのビルに。 えー、侵入しましょうということでございまして、えー、いろいろ、えー、クリントが作戦を立てますが、えー、ケイトがもう一人走りをしてさっさと、えー、おじいちゃんと会話しておじいちゃんと仲良くなってエレベーターに乗って侵入するというところになりましたはいまあ部屋には、えー、ストロボ、えー、装置があって、うん びっくりしてね、ジェルの矢で売ってしまいますけども、やっぱこれは光でこうね、侵入を知らすみたいなところでございまして、マヤの部屋というところでございました。で、時計を見つけたんですけども、クリントが早く出ろというと通りにマヤに襲われまして、そしてクリントも屋上で。 襲われてあれこっちがマヤじゃないのかみたいなことでございまして部屋でケイトとマヤそして屋上と謎の人物とクリントという戦いになりましてさあこっちにやってこいということでワイヤー、えー、アローで、えー、弓矢を伝って、えー、ケイトが来ますが真ん中で止まるというね <laughs>、えー、可愛らしい描写もありましたが結局は4人で、えー、屋上で、えー、ね もうなんかよくわからない戦いという、誰が誰をどう狙っているのかみたいな感じありましたが、ケイトがえ落とされまして、ワイヤーで宙づりになるみたいなところになりました。これがちょっとやっぱりブラックウィドウとの最後のシーンみたいなところを彷彿させるみたいなところがありまして、今回はまあ救うと言いますか、逃がすと言いますか、下に落としてえ逃げろということの。 えまあ、救った形にはなるとは思いますが、でも、ケイトがまたまや戻ってまいりまして、えー、そして、いろいろショック矢を放ったりとか、えー、マヤの方にケイトの矢、ね、をぶっ刺したりとか、まあ、結構痛い <laughs> 攻撃しておりましたが、<laughs> マヤがちょっと退散いたしまして、その謎のね、えー、襲ってきた人のマスクを取りますと、皆さんお待ちかねの。 エレナということでございましてえまあここでもいろいろねちょっとありましたがまああのケイトにちょっと牽制しながらえ一時退散というところでございましてそんな大事には至ることはなかったんですがはいえまあここでえあれは誰教えてくれないと相棒として動けないみたいなことがありましてここでねせっかくいろいろ関係性を築いてきたのが お前は相棒じゃないと強く、えー、言われまして、まあ、誰かがブラックウィドウを雇った、ここからはね、えー、君には任せられない、俺一人の問題だ、俺一人である、ケイト、帰れ、終わりだという、なかなか厳しい現実を突きつけられて、はいえー、この、えー、話が終わりましたが、えー、エレナ登場ということで、はい まあ何かしら、やっぱり、衣装的なところもね、黒ずくめというところでございまして、えー、まあね、その新しい組織のえユニフォームなのかみたいなところもありましたが、はい。はい。まあ、ね,ね一応、はい、えっと、まあ、ブラックウィドウをね、ご覧、はい、になった人には、えー、とポストクレジットかな、うん、最後のシーンで、でねはい、あの、えっ、ー、と、 コンテッサ・バレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌも、はい、<laughs> すげえ名前ね。<laughs> はい、あのー。で、最後にそういうふうに依頼をされてる気持ちでありましたけど、今回のデザインというか、はい、今回のコスチュームの感じからすると、うん、まあ一応緩やかに、あの完全に同じではないですけど、はい、コミックでサンダー・ボルツっていう、うん。 チー,ムえー、チームのコミックのキャラクターデザインをベースにしているっぽいというところで、うんまあ、サンダーボルツというキャラクターとチーム自体が、はいまあ、すっげえ雑な説明をすると、まあ、マーベル版スーサイドスクワットみたいなヒーロー必ずしもヒーローではない人たちでアベンジャーズ的なチームを作るという計画のうちの一つだったんですね。にダーク えっと、ダークアベンジャーズとか、うん、まあ後にというか、いろいろ前後するんですけど、はいまあ、いわゆる偽ヒーローチームとして使われるうちの一つで、うん、まあブラックウィドウだけど、うん、ナターシャじゃないブラックウィドウが所属していたり、ホークアイというふうに言っているけど、けどもホークアイではなくて、まあ、あの弓が得意、弓でも何でも得意なんで、ブルズアイがホークアイの衣装を着ているだけの、うんはい、ホークアイとか。うん スパイダーマン黒いスパイダーマンとして、この説明めんどくさいんだけど、ベノムのシンビオートがついているスコーピオンがベノムとして、ベノムというかスパイダーマンとして参加していたり、ウルバリンとしてダケンが参加していたり、説明するとすげえ長くなっちゃうんだけど、要はその、なんか微妙に違う人たちで、チームを組んでた時がありまして、その時に出てきたキャラクター。 でもあるので、まあ、ちょっと、はい、まあでも、ちょっとしたオマージュだとは思います。ただ、うん、あのー、えっと、ファルコンウィンターソルジャーの段階で、はい、あの、US エージェントを引き抜いていたりとかした下りがあるので、もしかすると、本当に、あの、政府公認シンアベンジャーズとして、はいはい キャプテンアメリカのような人 <laughs>、ラックイドのような人みたいな、なんかその違うバージョンの人たちを集める、はい、ああの展開がもしかするとはあるか。ねうん、サンダーボルツも結局なんかその後の設定で出てくるロス将軍がサンダーボールト・ロスっていう名前なので、それのチームだということで出てくるくだりもあったので、うん、もしかするとそこも対応しつつ。 シーハルチャーとかも出てくるので、じゃなしにサンダーボルトみたいなね。ななまあ可能性としてあるのは、うん、ヤングアベンジャーズはヤングアベンジャーズで展開し、うん、大人のちょっと由来不明の,なんかの怪しげな人たちを集めたチームは、<laughs> うん、正規のアベンジャーズとかニューアベンジャーズとかダークアベンジャーズとして展開し、うん、それとヤングアベンジャーズが並行する展開をやるのかも。 なるほど。いな来月にはグリーンゴブリンも来ますから。そ,そうなんですよね。確かにね。うん、グリーンゴブリンが平然と開いた場合、死ぬ運命にあるとかいう声で言われてましたけど、トップに立ちますからね。スパイダーマンがねあの誰も殺さぬムーブをした結果、うんはい、死ななかった場合、うん あのグリーン・ゴブリンが偉い人になってしまう展開があり、コミック通りでやるんであれば。で、はいね、より現実味が帯びてくる, <laughs> そる。そうすると、アイアン・パトリオットのアーマーを着て、<laughs> 私がアイアン・パトリオットみたいなことを言い出す展開があり、みたいなところで、まあちょっと楽しげな、<laughs> うん、楽しげというかね。揃ってはきましたよね、<laughs> 数は。そうです、ね <laughs> まあ、だ揃いました。だいぶ、夫人は揃ってきているので、うん あとはどれぐらいニューキャラクターを足すのかな。ニューアベンジャーズができそうな感じは出てきていて、うん、果たしてケイトは、うん、ヤング枠なのか,確かにあの、サンダーボルツ枠なのかが、うんあの、他のヤングアベンジャーズ候補枠とされているキャラクターたちが、うんはい、ちなみに10歳ぐらい若、はい。<laughs> 違うう次元といかかどっっにまお姉さんキャラとして活躍するのか、それとも当初悪い方のアベンジャーズに所属させられてしまうのかねいろいろ紆余曲折を得て、ヤングアウトに変わらないです。ファルコンリーダーの新しいアベンジャーズができうファルコンがリーダーの新しいアベンジャーズって可能性も、こうにしてあるんですよね。アベンジャーズってコミックの中では確かにそれはあったので、展開としては。 <laughs> まあ結果あのチームはね若者たちから反発を受けてちょっと若者たちを受けてしまって <laughs> すげー展開なんですがチャンピオンズにみたいな連れていくので、はい あまあ、それすんで面白いんですけどね。はい、まあ、まあ、この辺が注目でもあったりしますね。どちらの方に伸びていくのかみたいなね。<laughs> ねそれぞれのキャラクターが、ね。ただ、やっぱりやりたいだろうなって空気は感じていますね。なるほど、なるほど。まあ、エレーナも結構あっさりと引き下がったなみたいなところがありますが。そうですね。あと二話。<laughs> あと二話。<laughs> ね <laughs> どうやって片付けるつもりなのか、ドラマはという。もしかしたらマジで片付けないのではないだろうかという気がしてはいます。はい、結構次のシーズンに投げちゃう。うエコーに関しては、もしかしたら本当にエコーのドラマエコーは本当にもしかしたらあそこで,わここで終わりなのではという,ぐらいう離脱して。ちょっとね、やはり僕はだと、はい。 短いない、ね、特に二話一気に見ちゃったんで余計になんかもうもうそんな,な,な感,感覚的にはすごく短いですよね。うん、ただ、ね、アンバイヤ店舗としてはすごく、うん、いいとは思う。いいドラマになってるとは思うんですけど、ね。いいはいはいはい。はい、まあでもちょっと関係性もねごわさんと言いますかねえ <laughs> せっかく気づいてきたのもねもう終わりだとか言われましたし、ね、あと二話でどのような指定関係であったりとか。 そこまであなんかそのブラック移動を自分と仕事中にまあ要は死んでしまういうような事故ではないんだけどまあそういうことがあったんでクントとしてはまして自分の娘ではないにせよまあ結構年下の別に大した経験もない子を引きずり回して。 あの危ない目に遭わせるのはだなというところであ相棒じゃないみたいなことを言ってる,らいはってるという言っはね。はい、果たしてそれがどういうふうになるのか。うん、ね。<laughs> お前と俺でホークアイダーみたいな下りになるのか。ねあと2は <laughs> 2はどういう話になるのかどうか。シーズンが続くとなったらもうクリスマスは次関係ないみたいな感じになりますかね。 また一年。シーズンをもう一個重ねるのかどうかも結構怪しいところがあって、猫、ねね、をやってっていうところと、うん、まあいい加減そのヤングアベンジャーズの空気出してくるんじゃねえかっていう、うん、もう一シーズン本来はかめるのかどうかみたいな、ね。確かにね。確かに見たいけど、うん 見たいけどコミック通りにやるんだとしたら結局なんか相棒だったのが解消して、うんはい、それぞれ別の街で活動を始めるっていう、うん、コミックの展開なのでこ、はい、れを今やっちゃうともはや収集がつかねえな,た,なね、うん、ただなウエストコーストアベンジャーズっていうのはその、うん、ただアベンジャーズが存在しない中ウエストコーストアベンジャーズをやってもなみたいな感じはあるんで西海岸の崩壊がに気づいた支部 うん、みたいなのが展開でしありまして、はい、まあそれが最近のコミックだとケイトが入ってたりとか、うん、ケイトもろもろいろんなキャラクター、若手の、はい、キャラクターがね、うん、入ってたりするんで、もしかしたらウエストコーストアベンジャーズを作るんだみたいな展開になるかもしれないけど、うん、まあえばウエストコーストアベンジャーズ コーストアベンジャーズと言われましてもみたいな感じは、世間の人たち的には。そうですね。何それ。アベンジャーズ。今だと、そう、アントマンが確定メンバーなんですね。ウエストコーストのメンバーは、アントマンじゃねえかっていう。あとは、あの。 そうそうそう,そう、はい、だからアメッシュトメンバーがいなくないかみたいなた、うん、ちょっとまあなどう,どうするのかちょっとわかんない、ね、なるほどはいまあえー、次回にはなんかちょっとサプライズもあるんじゃないかなっていうまあまあ毎回言うてる話ではあたりはするんですけど <laughs> まあ、まあ、その場合結構聞かされちゃうんですか <laughs> そろそろ確かにでかい何かあるんじゃねいかみたいなところ <laughs> でいつもやっぱ後半には何かしらあります。ただは言っても,も<し>出るって話でしょ。出るって確定、ね、予想できますから。ね、予想できない何かが。ね<で>、うん。ん突然全く関係ないベクトルから飛んでくる可能性もあるので。はい。 ただ、ちょっと怖いのは、スパイダーマン公開に合わせて、スパイダーマンと力技でつなげてくるみたいなパターンは、みんな見てるよね、スパイダーマンみたいなつながりをやられると、本当分かんなっていう顔をしなきゃいけない。となっちゃいますんで。スパイダーマンとつながらないことは、ちょっとこう、そうですねアメリカで見てる人たちはね、わーってなりますが。 昨日見たスパイダーマンの続きが、うん、みたいな感じになったりすると、ちょっと <laughs> 昨日じゃないか <laughs>、うん。ちょっとね、先週見たスパイダーマンの続き、ここでやるのか、ねはい。ちょっと配信を見てみると。聞き込みすぎがないでも、あんまりスパイダーマンと関係なさそう、うんあの。スパイダーマンが突然年末になるわけがないような気はするんですよね。正体がバレてからしばらく、あれって、えっと、映画は、はい、 ファーフロムホームの段階では、要は向こうの感覚で言うと、冬休みをの段階で、でうん、あ、違うか、夏休み違うな。えー、っと、学校のスタートは9月スタートのか。だから、それまでの、要は夏休みの段階で、修、うん、学旅行とかな、最後の旅行に行って、うん え最終学年でその大学に行くかどうかを考えるみたいな多分話になるところだったはずなんですよ。うん、はいはいはい。時期的には。要は時期的には,は最後の年だ。どうしようかなみたいなことを言うっていうことを考えていたら、あのなんか。 ビデオが暴露されてしまうみたいな。要は始業式から始まる。下りのはず、時系列的になるほど。かんない。そこ12月とかになって、いきなりクリスマス編に入るかもしれないですけど、ただあんまなんか寒そうなニューヨーク予告を見る限りではあんまり寒そうじゃないので、それを。北ストレンジの家、雪だらけでしか。中なぜか。まあそれはなんか別に関係ない。 だから他の時系ですかよりは前のつもりで作ってるんじゃないかなという気はしてるんであんまりなんか強烈なつながり方をしないんじゃないかと思うけど世界に優しいと思うんでディズニープラス。 いや世界に優しいっつっても日本が結構遅れてるんでただただ大多数派じゃないのでちょっとどうすんのかなみたいなところ確かにねやっぱそのタイミングでやるのが効果的だと思ったらねやるでしょうしやると思うしなかなか難しいベノムを見た前提で話が進んでたりとかする可能性もあるしありますねまあちょっとどうなってるのか最終話に備え次のエピソードででかいやつを なんか、みんな、その、今までの展開からすると、はい、いや、キングピンとか出てくるんじゃねえかって話になるんだけど、ね、ここでキングピンを出しちゃうと、はい、かすむんで、他のキャラクターが <laughs> ー。確かに,確かに、かすすでに時間をかけて紹介したキャラクターを、ね、どうにしちゃうと、ね、ちょっとやっぱりかすんじゃうので、全部かっさらって、新しいキャラクターたちが、うんエコーとかの方の話でもしかしたら、もしかしたら、 エコーも,もっとか、うん、関係性がでかいですからね。はいはいはい。で、他の人たちに興味を持ってもらうポイントとして使うかもしれないけど。うん、はいはいはい。もっとクソ地味なサプライズかもしれないので。うん、ねジャーリー・コックスとかわざと言うてるのは、まずそこと違うところを、ね、ただこのタイミングで言い出すんだすげえな、はい、みたいな感じはあって、<laughs> いやケビン・ファイがすげえな。言、うん、う,うタイミングをこう。ね ミスリードに導いたことが変わるかもしれませんし、ねね。アドバイザーたちがいっぱいいて、ここですよ。うん、<laughs> この <laughs> みんな騙されますよえ。マーベルスーパーコンピューターが叩き出したけど、<laughs> なるほどこのタイミングでネットフリックスの話を出すとみんなが, <laughs> んなが踊り出すと。ディズニープラスの会員数が倍。<laughs> <ー>みたいなことを言い出す可能性は、ね <laughs> なるほど。なるほど。ゲーム対応が倍ってそういうはい。<laughs> 楽しみですね。なるほどね。はい。 マストにはということですけど、まあ、この監督についてまだね、ね今回は触れておりませんでしたが、はいはい、こちらの監督はまずですね、あのはい、今回のショーランナー、リー・ストーマスさんという方で、うん、この人、別にすごいキャリアがあるという言い方はありますけど、映画めっちゃ作ってた人ではなくてですね、はい、この人は、あの、うん サタデーナイトライブの監督っていうと言い方難しいんですが、ディレクターどう言っていいのか難しいんですけども、はいうん、サタデーナイトライブの番組の<う>収録とかの監督をすることと、あと、サタデーナイトライブってと、えー、とライブの今お客さんの前でのコントと、それ以外に CM パロディといって、はい、だったりとか、ミュージックビデオのパロディみたいなので、いわゆる映像よりのものも作るんで、それの監督をしてた人で、えー、で、 その人が今回、ォークアイに抜擢されて、まあ、本当コメディの畑とか、ネットフリックスで見れるのでいうと、ジョン・ムレイニーの、えー「スパイダーハム」とかやって、ジョン・ムレイニーのサ「サクラチキット」かなっていうあの子供番組のカロディーみたいなのがネットフリックスで見れるんですけど、それの監督の人で,で、この3、4を撮ってる監督は。はいえー えー、バートバーティーさんっていうですね、女性コンビの監督でですね、うん、この人たちも結構異色で、えー、あんまり長編作を多分ほとんど撮ってなくて、うん、で初めての長編作品が Amazon プライムで今配信してるトループゼロっていう、<お>こちらもコメディ映画なんですけど、えー、これすごく面白い映画なんで、もしお時間ある方はぜひ見ていただいて、うん、てあのマッケナ・グレースちゃんっていう、あのえー、なんだっけな、 ギフテッドかなギフトギフテッド、あの、フ、えー、リス・フ・エヴァンスが出てた。はい、はい、ギフギフはい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 。X メンじゃない方のやつと、うん、<laughs> とか、あと今度のゴーストバスターズに出るマッケナ・グレースちゃんが主演で、う<ー>あとはあれですねあの、えー、ビオラ・デイビスが出てるんですけども、うん、この、まあ、えっ、ー、と、ガールスカウトのお話なんですが、うん、これも、う まあ結構まあ派手な話ではないんですけど、非常にあったかいいい映画で、これも見ていただき、うんえー、今回は多分このコメディ夫人で、ケビン・ファイがーはもともとコメディ好きな人で、マーベルの映画、歴代見てもコメディの人ばっかりなんで、ただやっぱりその監督歴がすごく長いとかいう人たちではなく、どっちかっていうと、面白いことをプレゼンできたりとか、ケビン・ファイーが好みの映画撮ったから、 じゃあ来てもらおうみたいな。うん、で、このバートバーティーさんも今回、がアクションは多分初めてで、こういうでかい規模の映画も多分おそらく初めてで。うんうん、はいはい。まあドラマとかは撮ってはいるんですけど、まあ、あジム・キャリーが最近やったキディングっていう、うん、日本では配信されてないんですけど、はい、あと日本で配信してる後、うんえー、グレイ、えー、とグレートっていう、えー、エルファニングが出てる、うん、コメディーの中世の描いたコメディーのやつとかも監督はしてるんですけど、今回、いわゆる大作は初めての。うん えー、アクション対策、まああのいわゆるちょっと、なんていうんでしょう、車の,あのかっこいいカーシーンとかも撮るみたいな、うんね、監督ではない、パートアンドパート女性コンビが撮ってるので、<ー>まあ、今回ちょっと。でも全然なんかね、コメディはもちろんしっかりしてますけども、はい、ね、ちゃんとストーリーもアクションもしっかりバランスよく取れてるなという印象ですね。はいはい、や,やっぱあののーベルのはい 制作チームの完成された感じがあって得意なことをやらせて、うん、得意じゃないことは別の人たちにやらせてんなって感じがするんですよ、ね。要はその第二版要はアクション監督がアクション監督で据えててなるほどちゃんとアクションが取れないというかアクションの経験がない人は別にそう監督に判断を全力で任せないで、うん、アクション監督がちゃっちゃとやっちゃうみたいな感じになっていて。だやや 味が似てきてはいる。要はそのチームが固定されてきている感はあるので、全体的に。まあドラマはドラマで、はい、映画は映画でっていうふうになってますけど、うん、なんで安定したクオリティを担保するために、チームが固まってきてるなって感じはちょっとしますね。うんな,はい、なので、逆に言えば監督自体は気鋭の新しいタイプの人を連れてくるみたいなことを、うん。なるほど。やっても、 破綻しない。要映画の撮り方が分かってねえ、みたいな。うん、要は、でかい映画の撮り方が分かってねえ、みたいなことにはなっていなくて。うん、例えば、エターナルズとかの、ジオ監督とかも、超でかい映画を作ったことがあるわけじゃないけど、別にあのちゃんとアクションシーンはできちゃうっていう。でも、うん、それはその自分でその監督がもちろん意見は出しているけど、ちゃんと他に。 ついてる人たちがうん、うん、しっかり作れるっていう状態な,なので、うん、やっぱチームものとしてマーベルはクオリティの担保が取れてるのでまあなんかそうすると一人の人間の判断力に、うん、あのよらないのでそこはやっぱでかいフランチャイズとしては強いまあ言ってしまえばケビン・ファイギーの最終的判断力で。 ここど確かに確かに。警備配慮判断みたいなのがあるからクオリティの担保がされてるとは思うんですけど。うん、なるほど。まあ、最近なんかね、あのツイッターとかでよく出てきてるのが、あの1話のケイトがね、襲われてる時のクリントがこう活躍してるとこと同時でこう流してるみたいなのが。で、結構同じようにちゃんとシーンが。 えー、リンクしてるとかいうのもやっぱそれはちゃんとこうマーベルが体制を整えて,管理してや,やっぱりるかあの,あ,のあ,のあの演出をやりたいっていうのがあったんだと思いますね、うん、それ多分そういうのを考えるのは監督じゃなくてショーランナーっていうその要は全体の仕切りをやる人で今回はジョナサンイグラかな、うん、まあ,あのドラマを比較的いろいろやってるかあの監督の、はい、監督 何と言えばいいんでしょうね、作家であり。これ、日本で日本で言うとすごく難しいんですが、なんと言えばいアニメだとシリーズ構成に相当する人なんですけど、日本のドラマだとちょっとどういうふうに言うか分かんないんですけど、まあでもそういうふうに。細分化されてる。細分化されてるっていうか、全体の仕切りをやる人、エピソードの監督をやる人みたいな感じで、プロデューサーはまた別にいるみたいな状態なので。ね いろんな味がこううまいこと合わさるように、えー、そうですね,ね、えー、しっかり個性も出しながら全体的なクオリティは下げないという、そうですね。すごい作業ですね。やっぱりなんかあの積み上げてきたものを感じます。うん、やっぱマーベルの映画の序盤の時のこの <laughs> あのこう作風の安定しねえ感じ、うん、はい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 。あのない違うんだよ、うんこう。こうやって監督に引っ張られない作り方はこうだよ、うん、みたいなところで。なるほど。 一時はその一人の監督に任せて、うん、あの全体の仕切りをやらせていたけど、そうじゃない、はい、もっとチームでやるんだみたいになってて、だんだんと全体、その監督が関わっていようが関わっていまいが、 担保でクオリティが担保できるようになってきたんで、うん、いやなんかすごいもう作ってるところを見せられてるなっていう感じはしますね。なるほどなるほど、はい、ねええー、まあ本当にそんな監督の話とかもね言われな気付かないことっていうのもね <laughs>、えー、やっぱその作品のテイストとしっかり届けてるっていうのもあやっぱ全体的に素晴らしいなと思いますがそう言ってられるのも。 あと2話 2>、うん、ということでございます。はい、ねえ、<笑><笑>うん。まあ、この崩ークアイが終わりますあ。終わると同時にまあスパイダーマンというのがありますけど、まあ。スパイダーマン来月になっちゃうんですね。マーベル的に言うと、そこからちょっと開くんですかね。まあ、スパイダーマンがあり、まあ、えっと、その後エコーのシリーズがやるはずなので、でまあ。 だから結構早い段階でエコーのシリーズが来るはず。なるほど。3月ぐらいにはらくあ。あ、そんな早かったんです。おぉ<う>。なんかてっきりなんかドクターストレンジが次かと。の方が。はい、えっと。多分ドクターストレンジが。多分ドクターストレンジが早いかな。うん。うん、まあ、エコーとかも結構早い段階で来るんじゃないかなというところで。確かにね。なんか終わり方次第ではね、エコーにこうね、はい 引き継ぎますよみたいなところもね。ぐ形あるかもしれませんまあでも他のシリーズもちょいちょい。夏から。そうか。ミズ・マーベルも来るし、あとまあ直接つながりはないですけど、アニメのヒット・モンキーとかも、あれ、フルのシリーズなんで本当に多分全然関係ないですけど、あの、マーベルのやつであり。なるほど、なるほど。今も次のバッジというか、もう。あの でであのやつがボロボロ出てきていてきい <laughs> スパイダーマンのシリーズだとアニメの方のスパイダーマンも、うん、まあちょっとね発表されてますねイタイミングでどっかで出るんじゃないかな、うん、みたいなところでやっていて、はい、まあマイティソーとか、うん、まあとかの準備は進んでいるっぽい、うん、ところではありますしまあディズニープラスの順番で言ってしまえばディズニープラスの次のでかいやつが崩壊がすぐ終わった瞬間にあの スター・ウォースのね、ボバフェットのシリーズが始まってくるので、加入している人たちやめるタイミングがねターゲットが同じです見るものは結構一緒の人たち。次の日ぐらいじゃないかな、たぶん。29は。でも、最終は公開の次の日じゃないかな、たぶん。ちょっとわかんない。もしかしたら1日ぐらいかもしれない。これはまたワクワクがね、続きますが。 ボバヘットもなんか幻覚のようになドラマです <laughs> んそんな有名なドラマを初めて大丈夫なんですか <laughs> 我々、スター・ウォーズすげえ好きな人たちが、はい、こんなドラマがあったらいいよね、できねえけどみたいなやつが始まってしまう。ボバヘッタよ、小説とかでは死んでねえんだよっていうことを、<laughs> あの、盲言で言う、盲言というか、はい、 あれ映画像化はされないけどねみたいなことを言っていて、うん、で、ルーカスはでも、いや、そういうのやりたいんだよとか言ってたのが、ね、なんた気がついたら本当に出来上がってしう <laughs> 本当なるほど。楽しみなとこですね。は,い、はい。ということでございまして、えー、ひとまずはホークアイ、えー、を、はい、守るということでございまして、どんな展開、どんなサプライズがあるか、楽しみにしてまいりましょう。はい。えー、っと、告知などは大丈夫でしょうか、はい、大丈夫。 そう外にお出しできるのに告知があまりないまだない森川さんもカナダ告知は大丈夫ですかそうですねあ YouTube に上がっててねあの森川さんの授業での発表会が一部の人はすごい怒るかもしれないようなことも言ってるはい。まあでもそれはね修行中のみということでございましてぜひ見ていいねボタンを押していただければと思いますあと来週スパイダーマン見ていきますお 僕もね、死者をちょっと見させてもらえることになったので、う嬉しいなというところでございます。皆さんまだ応募できると思うんで、ぜひちょっと見納め。すごく今回、ソニーさんが多分。 申し訳ねえなって思って、各、全国各地で東方シネマズの試写やってるんで、すぐ会員になって簡単なんで、ぜひ応募して、あの、神大岡あたりだと絶対当たると思うんで、いやいやどこだよっていうような映画館を選んでください。いや、神大岡全然入ってないから人。確かに、今まで結構ね、閉鎖的な試写やったのが、今回ちょっとね、ちょっとね。スパイダーバースの時もちょっと、109シネマズでやってたんですけど、今回は東方で全国的にやるんで、あの、ぜひ。 近所の田舎に住んでる人はもう言うんですね。六本木とか絶対選んじゃダメです。はいはいはい。神岡とか海老名とか選んで行きましょう行きましょう。チャンスはありますんで。またソニーはソニーで募集してるんで、それ100名。1 0めしましょう。頑張っていきましょう。ということでございまして、はい、えいろいろ感想などもこちらのホームページ書き込みいただきたいと思います。では、続いては第5話で。 感想会でお会いいたしましょうということで本日はありがとうございました。